てる部署と、うん、あとガリウムジャパン、いわゆる海外から仕入れて販売する部分と、はい、あとそのエコマテリアル、いわゆる携帯とかパソコン、どうしてこの場所を選んだんですか。まあ、あのスキー場が一番近いということですよ、はい、ここであの作ったものをすぐスキー場でテストできると、はい、非常にあの利便性がいいと、はい、そういうところでこの場所を決めました、ね、これはあのクロスカントリーですから、これまさか自分がモデルになってるんですか。ここはあのオブジェとして、はい、お客さんが来るものですから、はい、やっぱりこの前でこう写真撮りとかできるように作りました、はい。これはあのアイラブスノーズってあの、うん、3年前の 3.11、うん、震災の時にあの東京から40トン、うん、ここにあの全部宮城県では当社が中心となってここに全部あのウェアとか帽子とか集めて、はい、うん、1週間かけてあの被災地に物資を運んだんですよ、うん、あ、そう、このメンバーなんですね、みんな選手ですよね。あのみんな上もったモーグルの、はい、オリンピックに出場します、ね、うん。こういう人たちが中心になって。落ちてるんですか、こんなの。これ私ですね。本当ですか。すごい。これも私ですし。これがあのカレオレオリンピックの入村式。うん。うん、選手村に入った時なんですね、うん、これは認定です、うん、昔のジャパンスキー、はい、それ自分のスキーじゃないんですか。僕のスキーじゃない、ジャパンスキーとして。やはりあの自分が20代の頃、うん、こういうワークスでしたら自分の成績はどれだけ、もっと良かったでしょう、ね、うん、そして世界に行った時ももっともっと成績は良かったと思うんですね、うん、だから今私がここまで力を込めて開発してるっていうのは全くその通りなんですね、うん、やはり当時全くワックスもないスキーもない時代に、うん、やはり日本だけのものっていうのを求めてやはりその開発する人がいればね、うん、日本の選手が少しでも順番は良かったでしょう、うん、これは自分が経験して分かったからこそ、うん、今こういうワックスという部分で日本チームを、うん、サポートして少しでも、まあ、順位を上げてもらいたいなということなんですね。How do you do? Fine, thank you. さあ、じゃあちょっとちょっと、終わりです。ワックスの種類とか、うん、使用法、塗り方によって、うん、それは変わってきます、うん、まあ、クロスカントリー競技とかになると、うん、流れが、まあ、液体のフッ素ワックスなんですけども、はいはい、うん、もう見てもらえると塗るだけ、うん、はい、だけです、うん、これで OK、 これが乾いたら滑って OK です。うん、中に、じゃあワックス、塗ってない面と塗ってる面で、水の弾き方の違いをお見せします、はい、はい、ちょっと待ってください。ちょっとピンとはして塗ってない、弾きますね。でこっちだとこうピューと水伸びていくのが、うん、伸びていきます、うん、でこっちだと、まあ、伸びずにもう、うん、玉のまま転がっていくので、うん、
細かいのが出てこないです。